花公園が言ったか。殿、どうか私に出撃の命令を。よかろう。天刀山への道を切り開き、撤退路を確保せよ。何？猛徳、今何と言った？我らはこの地より撤退する。もはや漢中奪還に尽力しても意味がない。猛徳、お前は縁の死すらも。行け、長子。はっ。いざ出陣します。はっ。将軍、この私の戦い、どうぞ見ていてください。張飛に張雲、名のある将が中央に見える。中央突破がなれば戦局が楽になろう。将軍、あなたが常に美しかった。その気高き魂を胸に、私は戦いましょう。チッ、まだ来やがんのか。しつけえ奴らだぜ。国を束ねる者の器が知れる。出ねえ。馬長軍出現。南の砦が突破されました。馬長軍、狙いは我が本陣か。長公、急ぎ馬長を止めよう。よっしゃ、いい感じに決まりましたな。おはよう。それが敵だし、敵対象の呪文、こういうのだし。これこそ到来が一人か。その胆力は認めよう。美しい天霊、西方より甲虫の軍勢が出現。地獄の前、美しい。なんという技の切れだ。乾杯とは。金馬長、あなたの武は美しいですが、この胸に宿る魂はその上を行くのです。あなたを探していましたが、こんなにも多く機会を得られるとは。ふん、花公園の敵討ちというわけか。若いのに感心じゃ。全力で相手をしようぜ。私はあなたを撃たねばなりません。美しき勝利を花公園将軍に捧げるために。地獄の諸君、狙いは強撃にあったか。長公、急ぎ甲虫を始末せよ。美しい。
陣営も規制が上がりましょう。私も知略に勝てると思いか。ひぃ、あれじゃ矢の壁だ。あんなのに狙われちゃ進めるわけねこいつは豪快だ。僕もこうしちゃ折れませんな。制圧できたか。全軍天頭山へ進むのだ。長公、私が敵の注意を引きつけておく。その間に砦を突破し、村から兵器を破壊せよ。援軍が欲しい。これこそ。よし、この勢いで一気に戦闘弾を落とせ。なんと華麗だ。さすが長江様だ。よくも暴れてくれたな。ここで私の知略に屈するがいい。これこそ地獄の場合。知略でお前を倒す。敵将長春内が華麗に討ち取りました。華麗に長江殿のご活躍を見ていて感じました。敵を思い、殿を思う。花光園将軍のお志、残された私たちが守っていかねばと。これこそ私も僕の前にもっと強くなりたい。これこそ敵の援軍が到着した模様です。私の策を乗り越えてきましたか。その私にここまで導いて義を守らんとする美しき将軍の魂。撤退準備は整った。これ以上無駄な戦力を使うな。関羽が繁盛攻めに動いたようだ。関中は犠牲となったが、関羽を引きずり出すことに成功した。芝居、計画通り孫権との盟約を進めよ。御意。毛徳、お前は関中を縁を捨て石にしたのか。花光園の死は想定外よ。だが関羽の命と引き換えならば、花光園も本望であろう。毛徳。殿は早く撤退して関羽の動きに備えたかったはず。でも
私の出撃を許してくださった。花公園将軍の死に報いる機会を与えてくださったのです。私には殿の涙が見える気がします。